はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日は昨日東京から手地に戻ってきました。ですごい久しぶりにザ・風っていうちょっとスタンダードの風邪をひいてしまったので、笠声でちょっと聞き取りにくいかもしれないんですけども、お許しください。はい、で今日は、以前からちょっとこうリクエストをいただいていた、私のお化粧台っていうのかな、私のコスメ収納とかっていうのをお見せしていこうと思います。もともとそこまでこういろんな種類のお化粧品をこう持ってるスタイルではなかったんですけども、 YouTube をし始めてからやっぱりいろいろ試すようになったりとか、こう使ってみていいなって思うものとか、欲しくなっちゃったっていうものがかなり多くなったので、今はすごくコスメが多い状態になってます。なのでこう収納がそれに追いついていないっていう感じがちょっとあるんですけども、でもまあ今一応あるコスメたちっていうのをお見せしていこうと思います。それでは見ていきましょう。レッツゴー。じゃじゃん、お掃除よ。ここが私の化粧するスペースっていうのかなっていう感じなんですけども、まあすんちゃんのちょっと作業場も一緒になってる小部屋になります。まずお部屋に何があるかっていうと、まあいろんな雑誌とかね、あとこういうのは海外旅行行くと、なぜか新聞をすんちゃんが持ってきたり買ったりするんですけどそんな感じ。あとはこういうのは私が日本に行った時に一応いろいろ見るようにしてるので買ってくるものですね。あとまあコスメはね、ざっくりこんな感じなんですけど、ちょっとこういうの収納スペースがまだ全然足りてなくて、以前は実はじゃじゃん、この間片付けたんですけども、ここに整理してたんですよ。これがチークねとかいろいろ書いて収納してたんですけども、なんかねこのちっちゃい これに入らなくなってきちゃって、なんで一回ここから全部出してこっち側に今置いてる状態になります。なんでちょっと見た目がこう汚く見えちゃうんですけども、どっちがいいのかなって思ってます。あっち側に入れるのがいいのか、それかこういう風にこう取りやすくした方がいいのか、どっちかなって今悩んでる状態です。でまずはこの辺はブラシ類が、はい、入ってて、であとはこの辺は四角形になったチークとかアイシャドウ類が主にありますね。これはパクトなんですけど、これちょっと四角い系がこの辺にはあります。これは眉毛ね、これとこれは眉毛になります。でファンデーションは、まあ、この辺にもファンデーション RM系のもの、あのベースとファンデーションという形で置いてるのと3のね、でこの辺はクッションファンデが置いてあります。ジバンシーのやつね、この辺とかも置いてあって、この辺はマスカラなんかを置いています。でこの辺はちょっと細かめのコスメをここにこう置くようにしていて、パウダーだったりチークだったりっていうのが多いですね。これは旅行用に入れたファンデーションだったりとかです。あとはね、この辺はアイシャドウ類がこんな感じで置いてあって、まあ、よく使う子たちっていうのは結構この辺に置いてあるんですけど、最近よく使うのこのチークとか無印のプレストパウダーとかですかね。これアイオペの、これもチークですね。で、まあ、マスカラはいろいろエチュードのものもあるし、日本のこういうフロフシとかもあるし、あとはメイベリンとかランコムとかのもあるので、まあまんべんなく結構使ってはいるんですけども、でも最近すごく推してるのは、いきなりこっちに飛んじゃうけど、この DUPって読むのかな、これがすごく良いです。なんかね全然落ちないので、落としにくいわけでもないっていう、すごく優秀な子ですね。であとは塗り系のこう塗り塗りするタイプのアイシャドウとかチークっていうのはここに置いてます。黄色とかピンクのね、あとこれもチークですね、スキンフードのチークで、この辺もファンデーション類また置いてます。でこっちはちょっとこうヘアライン直すやつとか入れ替え系とかここに置いてて、あとは眉毛、ここ眉毛
グッズですね。あとベースっていうか日焼け止めとかベースメイクとかはこの辺に置いてて、こっちにもあるけど、そういう感じで、この前の部分はリップの商品を置くようにしてます。リップは本当に多くってそうね、最近ハマってるのはこれも結構いいですね。リリーバイレットの一番のお色味ですね、色とか。あとはこれイプサのやっと買ったんですよね。あの友達に、友達が使っててすごくいい色で欲しかったんですけど、間違って他の色を購入してしまってたんですけど、これすごいいい色です。 C の C1 番だったかなの、ちょっとこうブラウンがかった色になります。私こんな感じ、あにょーん、見えるかなリップの色、うん、今使ってるものになります。で、あとはね、この辺もアイシャドウ置いてあるのと、あと、あ、これもすごい良かった。これイプサで同じ日に買ったんですけど、部分用ファンデーションというかマットコンシーラーって言って、ちょっと緑色みたいな色なんだけど、こう塗ると色がなくなるタイプのもので、ファンデーション前とか後でも使える、こう T ゾーンとかがサラサラになるタイプの、こちら皮脂コントロール系のコンシーラーになります。これめちゃめちゃこれからの季節使えると思いますこの辺も全部チークだし、これリップね、この辺も全部リップで、あとこれはこの4つは結構普段使いする子たちここにいるんだけど、 DUB のマスカラと、あとケイトの眉マスカラと、あとこの間これ動画でも紹介したツヤを出すタイプのイルミネーターと、あとこれがカラーベースになります。あとこっち側に行くとヘアなんですけど、この辺はねすんこちゃんなので私はよく分かってないんだけど、ヘア系はそうね、 N ドットのポリッシュオイル、ナプラのものを使ってたり、あと最近ちょっと買って、まだ使って間もないけど気に入ってるのは、やっぱりバイオシルクのシルクセラピーのアルガンのものはすごい良かったですね。あとはやっぱり王道のミジャンセンのものはもう何個も持っていて、これリッチタイプなんで、ちょっと重め好きな人これおすすめ。あとスタンダードがこちらで、ちょっとこうスタイリング剤としても使いたいみたいになったらこっちですね。これはセラムなので軽めが好きな方にもおすすめっていう感じで、結構ミジャンセン系は量が多くて、あとちょっとボディケアというかストレスフリーな感じを味わいたい時にこう使っているのは、このイソップのハーバルボディスプレー、これ結構香り好きですね。私ヨガ前とかヨガ後とかにするようにしてます。でもヘアグッズこっちの方にあって、これはこの間今旅行から帰ってきた、旅行っていうか東京の出張から帰ってきたばっかりなので、東京に持って行ってたリップたちっていうのはこの中に入ってたりとか、他のコスメこっちに入れてたりしたので、さっきここにこうやって写した感じですね。あの旅行用っていうのは常にこういう風に置いておかないと、結構急な出張とかが多いので、こういう感じでここに置くようにはしています。で、あとはまあ毛を剃るやつだったりとか、なんかアイテム、ちょっとラメだったりとかっていうのはこの辺にまとめていて、あとはヘアアイロンとかいろいろそういう系はここに置いてます。ヘアドライヤーはここにね、いるようにしてて、そうね、手をつけてないものたちがここにたくさんあります。なんでこれからちょっと使ってレビューしたりとか、あとこうプレゼントであげたいなっていうものをはこの辺に置くようにしています。ここね、わ、買ってってさ忘れてたから、ここにすごいあってこういうのとか、なんでどんどんつけていこうと思います。なんでこう友達とかにあげるようにしたりとかしてます。あとお掃除のおばさんとかにも結構頻繁にあげてたりします。あとこういうパフ系はこの中に入れてます。あとはサングラスとかグラス類、まだだからこれをどう今活用しようかなって感じで、まあ、仕事のものとかいろいろ、はい、こんな感じのコスメ収納台をお見せしたんですけども、まあ全然まだまだちょっと捨てなきゃいけないのとかもいっぱいあるし、こう整理してあげるものは
友達にあげたりだとかっていう風にしようと思います。なんで今度また綺麗にこう完璧に収納ができたらもう一度こういう動画撮ろうかなと思います。今はこんな感じで生活してるのでリアルなこんな感じを見ていただけたらなと思います。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっとでも参考になったら嬉しいです。温度変化激しいので体調管理お気をつけください。それでは今日は今からちょっとパコの服のサイトの撮影をして、あとはヨガの先生たちと一緒に夜ご飯食べてこようと思います。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ、アンニョン。